2012VP113 とは太陽系外縁天体である。これまで発見された太陽系外縁天体の中ではセドナを含め最も近日点が遠い。2014年3月26日に発見が公表された。絶対等級は4.0で純惑星の候補の一つである。この天体の大きさはセドナの半分でフヤと同じくらいの大きさである。 2012VP113 がすでに知られている他の太陽系外縁天体と似た軌道を持つことから発見者のスコット・エス・シェパードとチャドウィック・トルヒージョは太陽系にプラネットナインが存在し外縁部の天体に共通する特徴を持つ軌道を取らせている可能性を示唆するに至った 2012VP113 は放射線の影響で表面の氷、メタン、 二酸化炭素の化学素性が変化した結果、ピンク色の色合いであると考えられている。この表面の色は、赤外色の天体が大多数を占めるエッジワース、カイパーベルトの領域ではなく、ガス惑星の領域の構成と一致している。2012VP113 は2012年11月5日に、アメリカ国立工学天文台によって、初めて観測された。使用されたのは、 アメリカ国立工学天文台がチリ北部で運用しているセロトロロ半米天文台の合計4メートルのビクター・エム・ブランコ望遠鏡である。また、表面の特性と軌道の測定には同じくチリにあるカーネギー研究所のラスカンパナス天文台のマゼラン望遠鏡が使用された。公表までにこの天体を観測していたのは セロトロロ半米天問台とラスカンパナス天問台だけであった。2017年現在、観測期間はおよそ5年を経過しており、発見公表前の2011年10月22日に 2012VP113 が観測されていたことが報告されている。見かけの等級が23等級と大変暗く、これを容易に観測できる望遠鏡はほとんどないため、 発見前の観測を見つける上で障壁となっている。2012VP113 はしばしば VP と省略される。また、発見された時のアメリカの副大統領、ジョー・バイデンにちなんで、バイデンというニックネームが発見者チームに寄り付けられた。2012VP113 は太陽系の知られている天体の中で最も近日点が遠い。 最後に近日点を通過したのは1979年のことでこの時太陽から80天文単位離れていた。現在は太陽から83天文単位離れている。太陽系の天体で近日点が50天文単位より遠い天体はこの天体を除くとセドナ 2014FZ712015FJ345 2014FC72、2014 2004XR190 の5つしかない。近日点が50から75天文単位の天体が数少ないのは単に観測できていないのが理由ではないようである。2012VP113 はうちオールトの雲に属する天体であるという仮説が存在する。近日点、近天引数、現在の地点はセドナと似通っている。実際、 太陽系で軌道長半径が150天文単位を超え、近日点が海洋星より遠いすべての天体は、近天引数が340プラスマイナス55度の範囲に収まる。この事実はこれらの天体が同じような形成モデルから作られたことを示している。2000CER-105 はこうした天体の中で最初に発見された天体である。なぜ 2012VP-113 が カイパーベルトの外側に近日点を持ったのかはまだよく分かっていない。セドナ等に似ているこの軌道の特徴は地球質量の10倍にも及ぶプラネットナインが太陽から極めて遠い場所に存在する可能性を示唆している。外縁部天体の軌道は複数の惑星がある可能性をも示している。2012VP113 は他の恒星系から太陽系に取り込まれた可能性も ある。しかし 2012VP113 の遠い近日点の原因は太陽を形成した三回生団内で起きた相互作用によるものという説が最も有力である。2012VP113 と以下の天体の軌跡の比較した図。セドナ、2 0 1 5 d b 2 1 6 2 0 5 6 7 2004VN112,2005VX3。 2006SQ372、2006 2007TG422 2007、ER、2007DA61、2009MSQ、2010GB174、2010NV1、2010BK118、2012、DR30、2013BL76、2013、AG60、2013RF98、2015、ER61、 ありがとうございます。